点在する遺跡などその構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。出てきたな。いけるか。行くぞ。三刀流奥義三千世界。強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。私なのよ。任せて。サンダーチャージ、ウィングアーム。ゴムゴムのブレッド。切り替えがありそうだ。一刀流、いよい、シッソンソン。熱い。いくわよ、サイクロンテンポ。おい、お前、おろしちまうぞ。ブルジャンブ、プルミエールアッシュ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのバズーカ。やるな。三刀流百発本土砲。俺の方が強い、それだけだ。よっしゃ。怪物と呼ばれようと悪くないわね。
こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。あちな、何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。なんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。何を遊んでやがる。なんだ、刀が。みんな下がってろ。俺がぶっ壊す。無の。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわ。私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。肩をつけるとする。邪魔だ。下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。
大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ！お前さっきのやつじゃねえか！あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ？しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船はすべて海の物です。だが嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということはお前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったの。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいな。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたら、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。全部食っていいか？
いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。2階は寝床みてえだな。あら、ここ風が気持ちいいわね。じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら。ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か。
また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。一方的にやっちまうのはマナー違反だったか。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。よし、行くぞ。出りゃ飯。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。よし、行くか。邪魔だ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。待ってろ。なめんじゃねえ。常識では測れねえ力、全てを吹き飛ばす。もっと強くなるぞ。俺はここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。これが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。よし、行こう。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れ、それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確か。ワッフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがあるの。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い。
ちょっと見て、あれ宝箱じゃない？こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、出来すぎた話で怖くねえか？ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー？ずいぶん古いもののようね。俺たちから抜けてたキューブじゃねえか？この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな？うわー、橋が壊れた！戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か！今は道を探すのが先でしょ。タヌキじゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けどなんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし。そんなこと言ってる場合か！やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。行くよ。もう少し休ませてくれてもよかったのに。よし、肩慣らしといて。そっちか。そこをどけ。
情けない姿を見せちまった。邪魔だ。やるな。行くわよ。マナーになってねえの。覚悟しなさい。よっ。やってくれたわね。効かねえな。効かねえな。やるな。あんたたちお金持ってるの？金なら邪魔だ。まとめて下ろしてやるか。おら！情けない姿を見せちまったな。次はどいつだ。このあんたたちな。待ちなさい。いや。ナミ、すげえなお前。ありがとう。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。私の予報は百発。技のキレが戻ってきたか。怪物と呼ばれようと成長を実感できるほど。モークさん、島キロです。あの島なの。ここ止めろ。なんでだよ、上陸し島に近づく。嵐、黙って飛び降り監視を。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか。あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ。急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。
と伸びるな。今の力を試すにはうってつけだな。そっちけ。鬼。任せろ。ゴムゴムのガトリング。たちなんかお呼びじゃないのよ。行くわよ。どれどれ。いただき。俺たちの邪魔すんじゃねえ。マナーがなってねえの。ナイさん、怪我はないかい。アルサンジ君、お気遣いありがとう。調子がいいぞ。マリモのやつには負けねえ。私の成長は止まらないわ。こんなところで満足はしねえ。このキャプテンウソップに不可能など。みんなの役に立ってみせる。成長を実感できるほど。肩慣らしといくか。行くぞ。そこを突き。覚えとけ。俺はいずれ世界一の大剣豪になる男だ。よっしゃ。クソジジイの蹴り。ようや。お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。任せろ。
レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ムートンシャット。行くわよ、サイクロンテンポ。引かねえな。引かねえなら切るまでだ。そっち行け。やってくれたわね。よし、交代だ。アームポイント。俺がまとめて相手してやる。修行にはちょうどいいな。竜巻。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。ほん、私の予報は百発。目指すわ。少し強くなったぞ。悪くないわね。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだ、チョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ、助けてくれてありがとうって。行くぞ。うれ。一応切れたが、くそ、まだ腕が鈍ってやがる。
女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。アームポイント。やばいかもな。どうすっかな。よし、俺様に任せる。すぐ行くぞ。イソップパフォーム。俺は負けねえ。ゴムゴムのバズーカ。肩慣らしといくか。行くぞ。鬼大剣豪になる日まで文句あるか。しししし。よし。何かいるのか、こんなところに。嘘をつくまでもねえ。行くぞ。やばい、やばい。俺の仲間に手出すな。お前らに任せ。ゴムゴムのガトリング。足手まといにはならねえ。みんなの力になるんだ。そっちか。邪魔だ。命まで取るつもりはねえ。このもっと強くなるぞ。少し強くなったぞ。このキャプテンウソップに不可能などん。力が戻ってきた。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。ルイ、てめえらがずっと見てやがったのは。そうだ、獣には火。やってみる価値はありそうだな。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。
つ、つえな。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのバズーカ。おお、派手に飛び上がったな。行くわよ。トレインタフルール。やるか。ゴムゴムのガトリング。俺は海賊王になる男だ。こんなところで負けてらんねえ。目指すは世界一の大剣豪だ。私の成長は止まらないわ。少しは強くなれたかしら。洞窟にいたやつだ。何か言ってるな。チョッパー、訳してくれるか。俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い。でもお前ら助けてくれた。だからいいものを渡しに来たって言って。律儀なやつじゃねえか。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。そこに俺たちが通りかかったわけか。あいつどこ行ったんだ。話だけ話したらどこかに行ったわね。でも、なかなか面白そうなものをくれたわね。洞窟で襲ってきたリス、メルビルにいたやつにそっくりだったな。メル？ああ、あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。
今の力を試すにはうってつけだな。そこまでだ。ちょっと痛いわよ。そこでおとなしく寝ててちょうだい。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったかな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ、確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな。キューブ、逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。おっとっと、ほっ、足元の板は階段か？暴れるぞ。アームポイント。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。じゃあな。俺たちは先に進む。俺はまだまだ強くなる。今なら納得のいく切り。よっ。おっとっと。この島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。前向きなのは結構だが、実は…どういうことだ。直接見たわけじゃねえから憶測の話にはなるんだが、お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ。確かになかなか手ごわいやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたのか。お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。
どうしてそれがわかるの？これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだよ。ま、その目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整えませんか？そうね、一度状況を整理した方がいいわね。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ飯にするか。アディオ、一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの？この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた。そのオウム、今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがそのオウムを弔うために作ったもんだ。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。まあ昔話さ。流れ物の海賊ごときに勝手はさせねえよ。行くか。